はい、どうも、こんにちは。今回ね、またライフイズストレンジ続きからやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず 毎回言ってるのは、このとりあえずって、確か、ケイトが亡くなったってのが、正直前回の一番大きな出来事で、その後、太陽が欠けてるみたいな 太陽が欠けてるみたいな、わけわかんない展開になって、今、ここの画面にもあるように、とりあえず夜なのか、本当に怪奇現象で暗くなってるのかわかんないけど、とりあえず全体的に話が暗くなるんじゃないかというとこかな。やっていこうか。どうなんだろう。でもね、これまで結構割と、ちょっと特殊な学校の風景みたいなとこあったから、今回結前構、回のライフイズストレンジはでい。は、なんすか？前々回じゃない？それ。前々回でしどょ？いつもこいつも人をコケにしやがっそれて。前々回って、二それ度と前近々づ回かないでだ。 それ前々回じゃない？そういうことか。命の恩人じゃん。これも前々回かな？動画のあなた大胆だったわ。これ、もうほっことこくいらいてがよ。前回だな。こっくらいが前回だな。ああ、久しぶりだね。はい。元気にしてたかい、マックス。元気でおしばた。さん、ウィリアムおじさんの件だけど、はい。私も寂しいちょっとよ。男気か思い出があれば十分なんだよ。力のこと教えてくれ。よう、ワールド組の最中か？いいそうだ、か、ここで関ね、係打たなないかっこたとんだじよゃん。ナイチェルのだ。なんでてめえが持ってんだ。切り刻まれてえか。お願い、離れて。おいおい、やめとけよ。打てなかったもんな。お願い、助けて。マックス、私には味方なんていない。あった。もうこれあれか、分岐までは描いてないんだな、マックス、何ダイジェしに来スたのト。よ。今日の一件は実に遺憾だが、スケーマッターパクタース、ンとさ、まずは君からなぜ屋上へ行ったのか説明してくれないかね。何なのこれ。説明したっけ、でも前回マックス、今日は日食の日じゃない。 そうだね。分かってるよ。もう何が起きても不思議じゃない。役ついてんじゃん。あざっす。ちょっと思ったより音が大きくて、すごい。またこれ出んの？え？これ2周目みたいになってんだけど、慎重に選びましょう。はい。はい。出た。普通に夜か。日食とかじゃないのか。日食っていうか、怪奇現象ってわけでもないんだな。暗っ。ホラーじゃん。そうか、オープニングあんだったな、そういえば。どうも。ありがとうございます。エニックスさん。これは夜か、普通に。いるね。ガガいるよね、そういうとこやっぱね。いるわ。広がんな、話。我ながら力不足を感じるわ。てか、そっか、寮で泊まってんのか、みんな。そうだね、そうか。俺、寮で泊まった経験ないからさ、不思議だわ。これが誰の部屋だ？マックスか。そうだな、ケイト亡くなったから、ちょっとやっぱ精神的にも参るよな。しかも、なんなら目の前でね、亡くなっちゃったから、救えなくて。そりゃ参るわな。救えたみたいだけどね。俺がミスっちゃったか知らんけど、救えなかったから。救えた。あれ、ウサギいるってこと？これ、ケイトの部屋じゃない？これ。違うな。マックスの部屋と違うなと思ったけど。ウサギちゃんがいるってことはそうだよね。ケイトの部屋だよね。違うっけ？違うか。わ かんねえ。マックスこんな部屋だったっけ、でも。相変わらずせっかちだな、クロエ。言ってあげるか。普通にマックスの部屋だった。ごめん、ケイトのことを考えずにはいられない。ウサギちゃまんいるたで覚めの？ない悪言っ夢のよ。てよ。ごめんね、リサ。水が多すぎたよ。は？植物も死なせてしまうんじゃ。ケイトなんか。水、別にそんなんでもない。毎日あげただけじゃん、俺。なんで多すぎたって。いろんなそんこなとやっがあてりねえすぎよ。て、日食のこと忘れかけてた。最近の異常気象は偶然とは思えない。それに、すべてはあの竜巻へとつながってる。確かに。餌あげようぜ。お腹空いてるの？ほら、ご飯だよ。ちょっと待ってね。
あとは何かあるかな。うさぎちゃん何かあるの説明。大丈夫、心配しないで。これからは私がお母さんだよ。ああ、はいはいはい、なんかおかしいなと思った。そうだよね、そのケイトの飼ってるウサギを持ってきたんだ。あー、はいはいはい。シャーロック・ホームズはネットなしでどうやって推理したの？まあ、それは情報ですよ。情報とセンスだよ。早速マスコミは悲劇を大々的に取り上げている。あー、ブラックエル・スチューデント、コミット・スイサイド、から逃げられない、自殺をやっちゃったみたいな、レイチェルを除けばここ最近行方不明になった人っていないんだ。いいことなんだろうけど。あ、行方不明リストか。とても感動的なコピペ文章だね。ディアマックス、ケイトには何の手も差し伸べなかったのに、今さら遅いよ。みんな手のひらを返して、ケイトが大好き、いじめておいてよくやるよ。あ、これはケイトの SNS ですね。ページを削除するか、みんなをブロックするか。最近は隠れる場所がないね。めちゃくちゃ多いんだけど、これ全部和訳まだ見てないからな。あ、行こうか。アルカディアベイオンラインニュース。ブラックエルの学生キャンパス内で自殺。名門ブラックエルアカデミー、オレゴン州アルカディアベイの学生がキャンパス内にある寮の屋上から飛び降り死亡しました。下には学生や教職員などが集まっており、現場は一時騒然となりました。当局は死亡が確認されたのはケイト・マーシュ18歳と発表。何か悩んでいた様子だったとのことですが、情報が少なく現時点ではそれ以上のことは分かっていません。その場にいた数名が一部始終を携帯で撮影していました。映像閲覧注意及び詳細についてはこちらをクリックしてください。映像撮んなよ。行方不明者リスト、オレゴン州アルカディアベイ。もしあなたが以下の行方不明者の所在に関する情報を知っている場合は、すぐにアルカディアベイ警察署に連絡してください。レイチェル・アンバー、うん、エルトン・キージ、メリッサ・リー・グレイソン、ウィンストン・スミス、サンシャイン・レイ。めちゃくちゃ前だね。でもやっぱ最近あれだもん、結構古いもんな、他の人、あのレイチェル以外は。ちょっと待ってよ。親愛なるマックス・コールフィールド様、あなたもご存知の通り、今週ブラックエルアカデミーはケイト・マーシュを失いました。ケイトを知っている人なら誰でも、彼女には明るい未来があり、知的で親切で優秀な生徒として覚えています。ブラックエルアカデミーのスタッフは今回のような事件が社会的教育的トラウマを招くことを理解しています。直接あなたたちの生徒から話を聞かせてください。あなたの質問や状況が何であれ、24時間ホットラインで直接プロのカウンセラーと話をしてみてください。ブラックエルアカデミーはあなたたちを支えています。ウェルジ校長、おい。支えられてなかったから、お前、ケイト亡くなったんだぞ、お前、おい。ケイト・ビバリー・マーシュ、テイラー・クリステンセン、テイラーね、永遠に心の中に、ビクトリア・チェイス、安らかにお眠りください。まあまあまあ、そんぐらいだろうな。ビクトリアがかける言葉って、まあそれぐらいしかないよな。直接ね、あんま仲良かったわけでもないし。エヴァン・ハリス、君を決して忘れない、彼らを絶対に許さない。エヴァン誰だっけ、わかんねえ。マーク・ブルー・イントン、みんな君を愛してる、教会のみんなが泣いてるよ。アリス・アンダーソン、あんたの笑顔を忘れない、コートニー・ワグナー、もっとたくさん遊べたらよかったのに。ラモント神父、マタイ5-4、祝福は彼らを慰められるものとするために悲しんでる人たちのものです。はザック・リギンズ、ブラックエル・ビッグフットは君のために次のゲームで勝つ。ザックか。時間はデタラメダル、ダグラス・アダムス、特命すげえ、ビクトリア・チェイス、ジュドラ取ったんでしょうね。コートにはケイトを助けるべきじゃなかったんじゃない。あなたはケイトのことを本当に思ってた一人よ。ああ、あれか、マックスの SNS にへのコメントか。ザック・リギンス、俺たちは試合に負けたからって死んだりしねえよ。深い意味はないけど。ちょっとひでえ。え、どういうことこれ。わかんねえ。悪者燃やせ、目視力。何これ。ケイト死なせたのはお前だ。あ、いるねえ。あ、マックスがツイートしたんだ。なんかその、誰かの有名な言葉を引用して。みんなの話題はケイト一色だろうね。一月くらい休校になればいいのに。まあまあ、ただでさえショッキングなのにいろいろあったからね。やばい、なんか陽キャいるじゃん。写真に陽キャいるんだけど、何これ、マックスの本当に。なんかある思い出の品見たくないけどさ。ケイト、ああ、そこまであなたを追い詰めたやつには絶対責任を取ってもらうから。うん、誰が犯人かわからないからね、現状まだ。ビクトリアが怪しいというものの、ああいうやつって大体悪くないんだよ、実際は。メイさんのやつ。は？みんな、サミュエルをキモいとか言ってる場合じゃないよ。姉さん、趣味悪。
嫌なやつのあれだな。目いってると音楽どころじゃ絡み方するな。もうザ嫌なやつだよな。見る。もう疲れて死にそう、うん、でも事件は待ってくれない。これを消すのは無理。サミュエル・ダ・ヴィンチに塗り替えてもらわないと。大丈夫、行こうか。じゃあ夜泣くのはおしまい。振り返ってばかりいないで前に進もう。強い子だな。まあ一応やっぱ友達だったもんな。普通に仲いい子だったからな。時間あり。どちらにしろ勉学に励む気にはなれないね。当たり前だけど。まあな、他の子の心境と友達の心境違うからね。その誰かが亡くなった時っていうのはゴリゴリの夜中だな。でも結構部屋ついてるな。さすがに真っ暗。闇を照らしたまえ。あー、懐中電灯持って行くの？あ、立ち入り禁止になってる。もう一度時間を巻き戻してあなたを救えるならこの力を失ってもいい。まあまあそうだよな。絶対に真実を突き止めて犯人に罪を償わせる。偽善者ばかりだ。本当だよな。うんこ書いてたくせに。今までは人ってすぐ変わるからな、こういう風に。その穏やかな心に祝福がありますように。ケイト、マーシュ。テレビで見る犯罪現場みたいになってる。入っちゃいけないんだもんな。気がめいるね。うん、いつも自分のことばかり。これがあれかね。あ、誰だよ、対面にあったもんな、あのビクトリアの部屋か。ケイト・マーシュ、何これ。え、マックス姉さんが何も言わなかったんだけど。え、なんか落としなかった？ん？怖いんだけど。あ、開いてんじゃん。てか普通に部屋、チアガールの部屋。あ、いる、いるやん。ちょっと行ってみてか、順番に話しかけてみようか。話す？歯磨き中に話す？普通。マックス、ケイトを助けに屋上に行ったの見たよ。飛び降りたなんて信じられない。いいやつっぽいぞこいつは。普通にいいやつっぽい。私はわかる。止められなかったのを後悔してる。そっちは大丈夫？なんか何も感じられない。ああ、この子はいいやつだな。初めてだし。ビクトリアに振り回されてるだけだな。でもテイラーがショックを受けてるのは意外。ビクトリア軍団でケイトをいじめてたじゃん。私は私、ビクトリアのパシリじゃない、うん、それにあの子も動揺してる。そうなんだ。今日の音源破って言っちゃいけないんだった。お、誰にも言わないから教えようぜ。彼女はどこ、いや、どっちにしようかな。誰にも言わないからって続けるか、いや、何門限ってどこに行ってんのみたいな感じでいくか。いや、これは誰にも言わないで言った方がよくない？誰にも言わない、誓って。あんたのことは信じるよ。お、ビクトリア以外で病院のママのこと聞いてくれたの。あの、ビクトリアも聞いたんだ。ちょっといいやつっぽいな、ビクトリアも。実は私も私だよ。何かあったら相談して。ありがとう。あんた変だけどいい人ね。屋上に登ってるのを見たから余計にそう思う。テイラー好きになりそう。やめて。間違ってるよ。じゃあこれから眠れない夜を過ごすから。テイラーいい子やな。あ、追加された。ビクトリアちゃんは何門限ですかって言うのかな。じゃあクス、テイラーはいい子っぽいよな。え、これでも一旦慰めてみた方がいいんじゃない。これ初手量を抜け出したらまずくない。私も、私は、出ないの。ビクトリアはどこに行ったの？病院のママのこと聞いてくれたからあんたのこと信じてるけど、話したらビクトリアにマジで殺されるからだろうね。お母さん良くなるといいね。何かあったら相談して。ありがとう。あんた変だけどいい人ね。で結局ここに帰るんだ。屋上に登ってるのを見たから余計にそう思う。ちょっと待って。じゃあ初手で門限っておかしいだろう。テイラーと仲良くなれないじゃん、そんなこと突っ込んだら。
ックス。一旦テイラ慰めてからだろ普通マックス。うん、ビクトリアも動揺してるのかな、うん、門限が過ぎてから寮を出たみたいだけど。嘘、見たの、うん、寮を出るときすごくビクビクしてた。ああ、そこ見たの。どこに行くのかも教えてくれなかったよ。行き先は地獄じゃない、うん、もう寝なきゃ。今日は長い一日だったし。またねマックス。あんたのことも心配だよ、うん、ケイトを助けようとしたのあんただけだし。ビクトリアがあんたについて言ってたこと間違ってた、うん、じゃあこれから不安で眠れない夜を過ごすから。なんかテイラーいいやつやな。なんかテイラーが普通にいい子に見えてきたわ。ビクトリアはいない、うん、彼女の部屋を調べて手がかりをつかむチャンスかも。ちょっと悪い子ちゃんだね。ちょっと離さない。え、誰と話すの。俺今の俺で電話じゃないもんね別に。君、俺っすか。俺っすか、デナ先輩、俺っすか。とても悲しそう。ねえデナ、大丈夫。まあ、電話っぽかったけど、俺っすか。ケイトのことが頭から離れない。はい。もし私のせいだったらと思う。違う、デナ違う。みんなの責任だよ。重いな。確かにそうなんだよな。確かにそうなんだよな。とりあえず落ち込んでた行ってみるか。落ち込んでたのは知ってたけど。あんなに深刻だったなんて。あ、いいんじゃない。飛び降りようとするなんて深刻どころじゃないよ。どうして屋上にケイトは本気だった。知ってることはそれだけ。あー、どうして屋上にって意味ある。だって自殺の手段に対してどうして屋上にだから、別にそんなに拾わんないよな。本気だった。ケイトは本気だった。でもあの動画が全てじゃない。うん、何が言いたいのマックス。姉さんが停学になった件と何か関係あるの。調べてるところだよ今。調べてるところ。でもこの学校が抱える闇を必ず明らかにしてみせるよ。で、黙ってるよ。怖がらせないでよ。うん、さっきも一人こそこそ寮から抜け出してたし。ああ、これはビクトリア情報か。誰のこと。ビクトリア、マックスもそのつもりでしょ。私は行かないよ、クタクタだし。デーナもしっかり寝てね。うん、おやすみ。また更新されるのが。あ、デーナはないか。いやー、まあそうだよな。結局使うって大丈夫か。まあいいや、とりあえずまあいいよいいよ。部屋調べるのはやっぱね、やぼったいし。ここなんかないかな。何これ。あ、泣いてる。あ、一人一人のメッセージ見れるんだこうやって。え、そんな中でみんなケイトのこと書いてる中でビクトリアだけ自分なんだもんな。それ確かに。マイなんだあれ、マイプレイヤーかな。プレイヤー。ネバーフォーゲットケイト。ピックマイコール。ジュリエットはあいつか。はいはいはい。おい、ビクトリア。入らせてもらうぜ。二度目。鍵閉めてけよな、お前てか。あ、イルミネーションついてんじゃん。あ、ちょっといいっすか、またちょっと。じゃあここまで首を突っ込んだんだ。うん、パーティーで実際にケイトの身に何があったのか手がかりを探してみよう。これ帰ってくんじゃねえの、タイミング的に。私のタンスよりも高い靴下だね。たく、そんなにある。そんなことあるか。名付けて若者たちの宴。嫌だなこの感じ。ケイト完全にハイだ。でも無理してる、うん、楽しんでるようには見えない。確かに。誰が写真撮ったんだ今の景色。あ、あるんじゃないですかどっかに。悪魔に取り憑かれてる顔だよ。うわー、この二人がつながるのまずいな。いや、これビクトリアも騙されてんじゃないのもはや。実はセーターの染み落としにしては高いね。あれ、シートか。$30。ああ、あったね、それは。染み俺がつけたわ。天気こぼしたわ。あ、ノートパソコン怪しいな。ちょっと先に。わあ、自分の写真よう飾るな、こんな。自信ある。お、何が独特の視点かな。うん、どうせコートニーに書いてもらったくせに。ああ、エッセイ、素晴らしい。独特な視点でよく考えられた小論文です。ビクトリアです。ああ、書かせたりとかしてんだ。まあそうだよな、自分に才能がないわけだからな。でも自分の立ち位置は守らないといけないから。ビクトリアも別に最先端じゃないけど独自のスタイルはあると
何これ。ビクトリアの親がジェイス・スペースの。ああ、見た。パソコンは怪しいでしょう。ここに何か手がかりがある。行きましょうか。どうやらビクトリアにも人の心があるみたいだね。あ、テイラー・クリステンセン。気分転換しなきゃ。フロン・ビクトリア。テイラー、ねえ、どうしてる？私は科学の宿題をやろうか、どうしようか迷ってるところ。でもあんなものを見た後に科学の宿題なんてやってられない。未だに信じられない。まるで映画でも見ているみたいだった。キャンパス内もすごく静かだし、みんな泣いてるんだと思う。私、ケイトにひどいことしちゃった。あの動画のことだって最悪だった。後でみんなで集まろう。夜間の外出は禁止だけど出かけようよ。ケイトを思って過ごしたい。ビクトリア、あれ？ビクトリア、私も同じ。ケイトのことが頭から離れないの。確かに息抜きは必要。待ち合わせ時間教えて。テイラー、どっちこれ何、どういうこと？フロムテイラーからトゥービクトリア。フロムビクトリアからトゥー、そうだ、ビクトリアがだから上の分だよね。あれも、いや、あれのビクトリア、ビクトリアやっぱ騙されてんだよな。満ちてるね。でも、マックス・クラックフィールド？姉さんか。ひねりが足りんよ。フロム姉さん、マックス・クラックフィールドに定額にされた意味わかんねえ。俺の父親はあいつが自撮りして遊んでる量を持ってるんだぞ。親父がブチ切れて、うちのオフィスで働けって言ってきてる。俺に仕事させるなんてバカじゃねえのか。マックスとブラックウィルは痛みに合わせやるべきだ。ボルテックスクラブのパーティーは中止なんかさせねえ。そうだろ。何言ってるの？嘘でしょ。あなたを定額になんてできるわけないじゃない。彼女があのレトロなカメラでジェファソン先生のご機嫌を撮っている、なんか5時多いな、撮っているのを初めて見た時からマックスがめんどくさいやつだって思ってたんだよね。彼女に関わるとろくなことはない。それとボルテックスクラブのパーティーは何が何でも開催するから打ち合わせしよう。後でメールする。頑張って。二面性があるなぁ。え、これで終わり？どうやらビクトリアにもちゃんと調べようぜ。マックス、マックス甘いよ。がっかりしてもしょうがないね。まあそうだね。でも絶対ビクトリアは何か隠してるはず。いや、なんかあんのかな。詰まったよ。考えすぎかな。靴なんかある。こんな靴じゃランウェイしか歩けないよ。そうだね、靴だもんな。終わりかな、じゃあ。嘘じゃん。なんもねえじゃん。面白くな。徹底してんな。帰る？じゃあこれ。クロエに会おう。ああ、クロエ。この首見てなかった、クロエ。あ、何か、あ、何これ。ああ、いっぱい来てんじゃん。そう、ショーが変わった時わかんないんだ、メールがどうか。ケイトのことは大変だったな。大丈夫か。今日してこん不気味だな。何が起きてるのか突き止めよう。一緒に。今はマックスのことを考えてた。ほっといてほしい感じ。ボロボロ、びくついて震えてるよ。かわいそうに。だけどあんたは誰もやろうとしなかったことをしたんだ。そうだね、ネイサン・プレスコットを定額に追い詰めたし、大したもんだよ。ねえ、何か奇妙で恐ろしいことがブラックエルド起きてる。二人でピースをつなぎ合わせてみない？どう？見せたいものがあるから学校の前で会おう。さっさと出てこいよ、すぐに。11時半かよ。ママ。あ、これか。すぐに電話するね。あ、違う、これ。あ、これか。パパとママがあげた観葉植物にちゃんと水をあげてね。でもあげすぎてもダメよ。あげすぎてもダメって、ママ。毎日あげてただけよ。毎日あげちゃダメなのかな。マックス、できるだけ早く電話して。今はとても辛いでしょうから、あんたがどうしてるか知りたいの。お願いだから連絡して。もししばらく家に戻りたくなったら、いつでも帰ってきていいのよ。ベッドの用意もできてるから。待ってる。親いいな。いい親だな。すぐに電話するね。あ、電話したとか。あなたの声が聞けてよかった。話したことを忘れないで。あなたは他に誰もいなかった時に友達に手を差し伸べたの。そしてあれはケイト自身が選んだことよ。みんなの期待以上のことをあなたはやった。あなたは私たちのヒーローで大事な娘よ。もし話をしたかったり帰りたくなったらいつも電話ちょうだい。いいお母さんだなぁ。俺。いや、マックス、こんな時にごめん。でもどうしてるか気になってさ。今日は辛い日だったけど、君はケイトを助けるため他に誰もできなかったことをしたんだ。君を誇りに思うよ。それとドライブインの件は気にしなくていいから。もし気晴らしに映画が見たくなったなら行こう。話し相手が必要なら俺はいつでもここにいるから。あ、そっか、映画行く約束してたな。そういえば、ありがとうオーレンありがとうオーレンに見えるんだけど、なんかありがとうがうで始まってウォーレンだからさ、ありがとうオーレンっていう、なんかちょっとふざけてんのかと思っちゃった。今まだ気持ちの整理がつかないんだ。姉さんが定額になったのはいいけど、あと電話するね。へえ、メール来てたんだ。じゃあ黒い側に行こうか。あ、どうしようかな。これぐらいで一旦終わろうかな。ちょっとじゃあ一旦これで切るわ。じゃあ、あざした。